島根県出雲市園町。島根半島のおよそ中ほどに位置し、宍道湖に向かって開港する谷筋に開けた地域です。佐喜多神社。雨のぬかどの御事以下、御柱の神々を主祭神とする神社です。獅子舞はこの佐喜多神社の秋の例大祭に合わせて奉納され、舞い継がれてきました。社宝の獅子頭です。いつの時代に作られたものかは不明ですが、古くはこの獅子頭を用いて獅子舞が行われていたと伝えられています。そしてこの青い獅子頭にちなんで、青獅子舞と呼ばれてきました。享保2年、1717年に編纂された運用紙です。当時、小八幡宮と呼ばれた佐喜多神社の項目に、獅子舞と、そして今は絶えてしまった田楽踊りの様子が詳細に描かれています。瓶座皿。田楽踊りには欠かせないこの楽器が、佐喜多神社には運用紙の記述通り4点、今に伝えられています。記された墨書には、明和2年、文化4年、慶応元年の年号があり、運用紙の時代以降も連綿と使用され続けたことがわかります。後の時代に伊勢太神楽の影響や、また人気の民族芸能三番叟を取り入れたりしていますが、獅子舞の中に瓶座皿を取り物として用いる段があるなど、伊勢太神楽をはじめ近隣に伝わる他の太神楽系獅子舞には見られない特徴を持っています。昭和35年、島根県無形民俗文化財の第1号に指定されたのが、この佐喜多神社の青獅子舞です。青獅子舞の練習は佐喜多神社例大祭のおよそ10日前から始まります。現在、獅子舞を伝承しているのは、佐喜多神社青獅子舞保持者会の方々。ただ、この会の構成員はすべて本郷中町内の人たちです。かつては、2つの町内が境内で左右並んで獅子舞を奉納していましたが、昭和の初め頃に一方の本郷上町内が途絶え、現在では本郷中町内だけが獅子舞の奉納を行い続けています。平成の初めまでは本郷中町内の旧家秋国家をお宿と呼び、そこで獅子舞の練習や準備を行っていました。もちろん小さい頃もそうだったですし、私どもが継承してしばらくはそちらのお宅の方で、練習等々もお世話になっておりましたけども、ご当主さんが京都の方にお住まいになってたという関係で、お母さんがお一人でいらっしゃったんですけども、お亡くなりになったよというようなこともあって、どうしても当屋ができないというようなことから、町内の集会所を練習場と、それから奉納に先立っての出発点という形で、現在は集会所を使っております。獅子舞奉納の当日です。例大祭は本来10月15日ですが、この年は遷宮と重なったため、11月1日の小遷宮奉祝祭に合わせて獅子舞奉納が行われることになりました。
釜の腹にちぎたかじりて雨の御影、日の御影とかんながらに静まります。大栄ごとおえんまつる様を大だけく安だけく聞こしめし。午後の獅子舞奉納に向け、舞方や囃子方が公会場に集まります。さあ出発です。まずはお宿の前で鳥居舞を舞います。はじめに頭を上下させる拝みの所作から入ります。出雲地方の獅子舞は舞犬の中に3人が入る3人立ちのスタイルが特徴的です。行列を組んで佐喜多神社へ向かいます。欧米を持って先導するのは番内、次いで先祭と三馬草、それから獅子、囃子方と続きます。佐喜多神社に着くと鳥居の前で再び鳥居舞を舞います。一度目の鳥居舞はお宿のため、ここでの鳥居舞は神社への奉納のための舞です。神社の境内では全12段のうち道中舞と鳥居舞を除く10段を舞いますが、ここでは4段の舞をご紹介します。手踊りです。この舞から獅子は尻尾持ちがつく二人立ちのスタイルに変わり、番内とともに片手に鈴と小笛を持って舞います。三馬草です。元は歌舞伎から影響を受けたものでしょうが、出雲地方では神楽や獅子舞に組み込まれ、子供が演じる人気の一番になっています。扇の段が終わると先祭と二人の三馬草が掛け合いをします。二人の三馬草は先祭から鈴を受け取り、この後は鈴の段となります。ささら舞です。獅子は再び三人立ちになって舞います。この舞では番内が本来は田楽踊りの楽器である瓶ささらを持って獅子をあやします。あいにくの空模様で雨まで降ってきたため、拝殿に場所を移します。最後の鈴舞です。
獅子と番内が共に鈴と小笛を持って舞います。こうして昇仙宮奉祝祭に合わせた平成26年の獅子舞は無事奉納成就となりました。佐喜多神社に伝わる青獅子舞、かつて田楽踊りとともに演じられた獅子舞は伊勢太神楽や三番叟など各時代の流行芸能を取り入れつつ全12段の舞としてスタイルを整えました。氏子たちにより代々伝えられてきたこの青獅子舞はこれからも着実に後世へと舞い継がれていくことでしょう。